大阪市内24区の区民祭りのトップを飾る住之江祭り。この住之江祭りは今年35回記念すべき節目の区民祭りを迎えています。真っ青の青空が広がっています。ただ南側の方、まだ北側の方は若干雲が多い状態なんですが、まさに梅雨明けを思わせるかのような暑さになっています。さあ間もなく35回目節目の住之江祭り G3 区民パレードが始まろうとしています。まずは住之江区子ども育成連絡協議会の皆さんのパレード、横断幕が見えてきました。住之江祭り、住之江区子ども会、みんなで守ろう命と安全と掲げたプラマクを持っています。さあそしてトップ登場は住之江区小関隊です。この住之江区小関隊は昨年もトップで登場しましたが、今年もトップで登場してきています。子どもたちが入場しています。さあ続いての登場は住之江区の体育校庭協会です。進行会の皆さんも通過しています。そして住之江区の青少年福祉委員連絡協議会、さらには住之江区青少年指導員連絡協議会 OB 会、青少年指導員連絡協議会の皆さんが続けての登場です。さらには住之江区体育指導員協議会の皆さんも入ってきています。そして住之江区の PTA 協議会の皆さんも登場。さらには視聴覚教育協議会の皆さん、さらには地域女性団体協議会が続きます。そして住之江区母の子の奨励会の皆さん、各協賛会社の皆さんが登場して安流効果です。100周年の上りをつけての登場です。長いパレードになっています。まだ安住効果の皆さん続きます。続いては住之江校歌、赤の T シャツとともに登場してきました。住之江校歌
の皆さんのパレード続きます。今度はブルーの T シャツを身にまとった子どもたちです。まとった子どもたちです。ようやく君の栄光下の皆さんのパレードが終わろうとしています。続いての組の豪華の団体、これがまあいわゆる3人目となりますが、入ってきています。さあ、ハマグチ2丁目の青少年子ども会の子どもたちを中心としたパレードです。もう南の方面は本当に晴天になってきました。まさに梅雨明けを思わせるかのような真夏の朝と青空、夏空。住之江区住之江祭の日曜日のオープニングイベント、クイーンパレードが続いています。続いてようやく次の効果がやってきました。小浜効果です。さあ、そしてぬいぐるみが今年も登場してきました。いやー、昨年はこのぬいぐるみの登場で盛り上がったんですが、可愛らしいぬいぐるみをつけた登場してきました。可愛らしいぬいぐるみもこの住之江祭に登場しています。続いてやってきました、加賀屋効果。ようやくこの広場にやってきました。大きな観客が空いていたんですが、加賀屋効果の子どもたちが登場です。そしてもう一つのホテッカイもやってきました。